この惑星は生命がないように見えます。生命力がなく、レンガ色でとても乾燥している、砂漠のよう。でもそれは赤い惑星の極の一つに到達するまでのこと。そこには果てしなく続く氷冠があるのです。ですから火星を極端に乾燥した場所だと想像していた人は考えが変わってしまうかもしれません。科学者たちは火星には過去にたくさんの水があったかもしれないと考えています。なぜそう思うのでしょうか。火星の地表には古代の川の谷間や湖底がたくさん見つかっています。さらに火星には液体の水の中でしか形成されない鉱物や岩石があるということは、35億年前、火星は大洪水に見舞われたかもしれないということなのです。最近火星にはまだ水が残っていると言われています。確かに火星の大気は薄いので、この水が液体の状態で地表にとどまることはありません。しかし地表の下はどうでしょう。それは別問題です。火星の極地には地表の下に水があることが分かっています。ただしその姿を見ることができるのは北極の氷冠だけ。またクレーターの壁や丘の斜面に塩分を含んだ水が流れていることもあります。また地球の大気中にも微量の水が存在しますが、それは水蒸気としてしか存在しません。いずれにしても火星に液体の水があることは確かなら、その水を有人飛行の際に使うことはできないでしょうか。そうすれば地球から来る宇宙船は水を持参する必要がありませんよね。これが可能なら宇宙船の積載量を減らせ、予算も少なくできます。宇宙船は火星に行くのに十分な水を持ち、火星の水をろ過して飲めるようにするための装置も一緒に持っていけばいいのですから。でも全てが問題ない世界というわけではありません。主な問題は火星で発見された水が塩分を含んでいることです。その水は私たちの住む地球の海と同じくらい塩分が高いかもしれないのです。しかもこの塩分は地球上にあるものとは違います。もし人が一定量を摂取したら人体に猛毒となるもの、地球上ではロケット燃料の副産物として、また道路照明灯や花火の中にこの塩が生成されています。当然非常に乾燥した場所にしか発生しません。特に分解する菌がいなければ年々蓄積され、水中での濃度がどんどん上がっていきます。しかし理論的にはそんな水でも浄化することが可能です。ろ過の過程で紫外線殺菌装置を使えば、宇宙飛行士は有害物質の9割を取り除くことができるんです。これは水の中に潜んでいる異物を取り除くのにも役立ちます。この段階で宇宙飛行士を守るだけでなく、火星に眠っている微生物を地球に持ち帰らないようにすることもできるというわけ。つまり将来火星に行く人は火星の水を飲むことにそれほど問題はないということ。ただしどんな水質にも対応できる浄化装置を持参すればの話ですが、砂漠の真ん中で水不足になるのも困りますが、他の惑星でそれを経験するのはもっと恐ろしいことですからね。さてもう一つ質問があります。火星に水があるのなら、太陽系には他にも水がある世界があるのでは。そうですね。早速行ってみましょう。まずは木星の大きな衛星の一つであるエウロパから。天文学者はエウロパが太陽系で新しい生命体を探すのに最も有望な場所の一つだと考えています。なぜならこの月には深さ64から161キロメートルの巨大な塩水海があるからです。でもこの水は厚さ16から32キロメートルと推定される氷の層の下に隠れています。それでもまだ居住可能な可能性があるのです。天文学者は氷の殻の割れ目から水蒸気が噴出し、衛星の海の中身が宇宙空間に放出されると主張しています。またこの海には衛星の赤道から放射された温かい水があるのではないかという証拠もあります。つまりエウロパには単純な生命だけでなく複雑な生命が存在する可能性もあるということ。2030年に NASA のエウロパクリッパーが衛星に到達し、独自の調査を行うことでその全てが明らかになるでしょう。次は土星の衛星エンケラドゥスに話を移します。1789年以来、この小さな眠れる世界の存在は人々に知れ渡っていました。衛星の直径はわずか500キロメートル。
しかしその小ささにもかかわらず、太陽系で最も興味をそそられる場所の一つで、海水のような塩分入りの温かい水があると期待されているのです。エンケラドゥスでは1時間に1000トン以上の水が氷の間欠泉から噴出しており、定期的に水の噴出が起きています。この水には有機物や塩などが混ざっています。天文学者は土星の潮汐の影響で海が暖かいのではないかとも考えています。土星の引力が熱水活動を引き起こし海を温めているのかもしれません。また太陽系には表面に水がある可能性があるにもかかわらず、その存在が確認されていない場所もあります。例えば木星の衛星であるガニメデ、これは太陽系で一番大きな衛星で水星よりも大きいんです。天文学者は衛星を覆う厚さ161キロメートルの氷の地殻の下に海があると長い間考えてきました。そして2015年ガニメデのオーロラ活動もこの海が暖かく塩分を含んでいる可能性を示唆しました。エウロパとは異なり、ガニメデではまだ氷の間欠泉活動は確認されていません。その理由は木星とガニメデの距離が巨大ガス惑星エウロパの距離よりはるかに遠いからとも言えるでしょう。また可能性の論理もいくつかあります。水がありそうでもどこまで液体なのかわからない世界のことです。その一つがカリストです。カリストは木星の衛星で、木星からかなり離れていて他の月ほど放射線を浴びません。さらに磁場があるため防御効果もあります。天文学者はこの遥か彼方の世界に水が存在すると主張しています。でも地質学的な活動がないため、宇宙凍結防止剤のようなものがなければ海はできないかもしれません。つまり木星の衛星にある水はとてつもなく巨大な氷の塊である可能性があるのです。さて今回は衛星ではなく矮小惑星という別の宇宙体を訪ねてみましょう。これはケレスです。1801年から存在が知られていたものの、その小ささゆえに研究対象にはなりにくかったこちら。少し前まではこの宇宙体は岩石質の世界だと思われていました。しかし2015年に探査機ドーンがケレスに到着し、矮小惑星を調べた後、新しい説が登場しました。ケレスは岩石球というよりも氷のマントルに覆われた水の惑星で、その下にはドロドロの海が動いているかもしれないというのです。もしそれが本当なら、ケレスは地球に最も近い海のある惑星になるかもしれません。タイタンは土星最大の衛星で、太陽系で最も豊富な液体プールがあります。表面は水の氷と炭化水素など様々な化合物でできた氷が混在していて、またこの衛星には濃い雲があり、定期的に雨を降らせています。そしてもしこの場所を訪れたなら、氷の近くの下に川や湖、メタンやエタンでできた海が隠れているのを見ることができると言われています。次は惑星の名前を奪われたかわいそうな冥王星の話をしましょう。2015年に NASA のニューホライズンズがこの矮小惑星のそばを飛んだ時、全く予想外のもの、つまり海の気配を発見しました。冥王星は氷の世界。しかし科学者たちが冥王星にはかつて海があったかもしれないと考えるには2つの理由があります。一つ目は、冥王星とその5つの衛星が強力な衝突を経て同じ物質から形成された可能性があるという説。そしてもう一つは、冥王星とその最大の衛星であるカロンとの間の潮汐力です。さらに良いことに、これは海がまだ存在している可能性を残しています。 Y 惑星を調べるにはもう少し時間が必要です。